えー、次は佐崎田委員。 今日はいつもより遅くなりました、ねはい。大丈夫です。ありがとうございます。あの私はあの、えー、市民とかの地域社会の視点からあのこの委員会にあの参加させていただいております。それであの各業界から伺ってあの非常にあのいろいろとあの明確にですねお話しいただいたんで分かりやすかったんですが一つずつごしあの質問させていただきたいというふうに思っております。それで最初のあのえっ、ー、と日本ガス協会さんなんですけれど。 あのやはりあの数字を明確にしてあのお話しいただいたということは大変ありがたい分かりやすいというふうに思っております、それであのただし質問としてあの最後の,です、ね、あの総合エネルギー産業を目指すというところ15ページ、16ページに書いていただいているんですがあのやはりこれは拝見するとです、ね、非常にあの大規模な都市とかです、ね、そういうような印象が起こるような、まあ、あの雰囲気を感じるので。 えー、いわゆるあのあの地域社会のです、ね、身近なところでこういうあの総合エネルギー産業化を目指すときにどんなかあの具体的にどういう形をお考えかというのをです、ね、先ほど質問も他のご質問もありましたけれどもお話しいただければありがたいというふうに思っています。でなおです、ね、今あの、えーまあ 事故の後それぞれの地域の自治体などでは防災と地域のエネルギーの自給率を高めるためにあの自立型の,、まあ、あの地域を作っていく。 まあ再生可能エネルギーとかですねまあそういうことも含めながらあの地域の中でですねそういう,こう自立型の地域を作っていきながらスマートコミュニティとしての新しい地域づくりということが大変熱を帯びてきていると思いますのでそういうところにどういうふうにあの参画するというかですねえ考えておられるか伺いたいなというふうに思いました。次にあのデンジレンさんなんなですけれどもあの 今回のご発表はやはりあの原子力を含めたあのこれからの大規模電源のこうエネルギーミックスによる安定供給ということを強調されるということでお話をされたというふうに感じておりますで、まあ、一番最初にです、ね、あの事故の収束などをきちんとお話しいただいたということでそういうことをあの徹底していただきたいというふうに思うんですけれども私はあの今回のですね、えー 電磁ン,ンさんから強調してほしいというまあポイントの中にぜひ国民との対話とかそういうことに関しても言っていただきたかったなという感じはいたしますやはりあの安全性の確保というのを強調していただくのは大変ありがたいですけれどもそういう,こう事故を踏まえてからのそういうい皆さんの努力とかですね逆に国民が何を不,満不,不安に思っているかそういうことが常にこう対話ができるそういうような場の確保とかですね色々大変 大変重要なことになってくると思いますので、そういう視点をやはりですね、今後も強く持っていただければありがたいというふうに思いました。でもう一点はやはりあの高レベル放射性廃棄物の処分問題こういうところが残っておりますので、そういうところにもあのニューモさんという組織はきちんと作っておられますけれども、デンジレンさん自身もですね、強く関与していただければありがたいというふうに思います。 で次の石油の連盟さんなんですがあの一点、コメントとしてあの途中でおっしゃっていた過疎地,、ね、地域のサービスステーションのあのがどんどんなくなっていくという問題に関して社会政策として考えてほしいというご提案は私もあの地域の中では1つの ご商売というだけではなくてですねやはり灯、えー、油とか軽油そういうものをどういうふうにきちんとこう自給してあの使っていくかという大変あの大事なところの要にもなりますのでできればあの石油業界だけではなく、まあ、LP, あの LP ガスさんとかですねガスさんとかいろんなところと連携しながら新しい地域のガスステーションとして、まあ、自治体も民間企業も巻き込みながらやっていくようなそういう新しい方策が必要なんじゃないか という,ふうに感じておりますで質問としては先ほど EU のバイオ燃料に関してのえ方針がですね見直しがされているというお話がありました。で日本もですねもちろんあのもともと食料生産に関わるような穀物はなしにしようという流れはちゃんと来ておりますが今回はえーそういうこう つながりをかんが影響が考えられるような穀物由来の燃料比率を下げていくというようなところが明確に出てきたということですので、今後あの日本のバイオ燃料に関して、どういう影響が考えられるのかということをお話しいただければありがたいなというふうに思います。で、あと、最後にあの太陽光のあの業界の皆さんなんですが、私は1点だけまあ質問というかですね。コメントさせていただきたいのは。 あの固定価格買取制度のもとにですね。再生可能エネルギーがあの増えて持久率をアップしてほしいというのは多くのあのまあ、国民が今考えていることだというふうに思っております。それでだからこそですね。あのまあ、電力料金が上がっていくということにも、とにかくちゃんとそれを選んでいこうというような意識が大変出ているというふうに思っておりますが、先ほどのご発表のところでですね。今回、あの急激に今。今 あの認定案件が増えて、まあ、5ページのところの両括弧2のです、ね、ところで急激に認定案件が増えているということに関して今、国の方からですねその様子に関してきちんと。 あの進んでいるのか、あの報告が陽性がいっているはずですけれども、それに関して非常にですね、まあ、あの順調にいっているというようなお話をされておられました。で、大規模なメガソーラーのような事業者さんはですね、非常に責任を持ってやっておられる。 かもしれませんけれどもあの今、関連する事業者さんの中にはいろんなところがおありだと思いますのであ,のあえて申し上げればですねあの身内にもっともっと厳しくしてあのきあの業界がですねきちんと発展するように目指していただくということがこれからのこの分野の社会の信頼に大変大きくつながるというふうに思っておりますのであのぜひそういう視点を忘れずにですねあのいただければありがたいなという,ふうに思います。あの よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。山田委員よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えっといくつかあの質問させていただきたいんですが、まずあの全ての事業者の皆様にお聞きしたいことが共通してあります。あのこの委員会では、エネルギーの生産と流通と消費とまあ、3つを考えるということで、今日は生産の面からのお話をいただいてますが。 実際には流通も含めた話でありますであのお聞きする限りはそれぞれの事業の皆様がそれぞれ発展的なビジョンを描いているとあのまあそれはそれで活気があっていいことでありますが国全体としてはある種の安定でバランスのとれたエネルギーの方向にコンバージすることをまあイメージするわけです。 それでお聞きしたいのはそれぞれのです、ね、事業の中でまず、えー、とこれ、数値を教えてくださいあの備蓄という意味で,です、ね、つまり供給海外からの燃料供給が途絶えた場合にどの程度その各事業が運営できるかという備蓄効果がどの程度あるかというのを伺いたい。それから次に 大きな災害ですねあの、ある種のエネルギーの強靭さを我々求めていますが大震災ですとか津波ですとか大きな災害があった場合にです、ね、その供給のまあ頑強性といいますかロバスト性がどの程度あるかと、あるいはそれに対してどういう仕組みを取っていくおつもりであるかということそれから3つ目がですで、ね、にお持ちのインフラの老朽化の程度と それを今度どういうふうにリフレッシュしていくかというビジョンをどうお持ちか、まあ、その負担がどうなるかというような展望をお聞かせいただきたいと思います。それから特に燃料の輸入に関わる事業の皆様はあのおそらく世界的に今後、まあ、10年20年で世界のエネルギー需要がかなり増えるという中でそれぞれの燃料の価格の変動をですね どの程度に想定しているか、まあ、そこでの不確定性をどう見ているかというビジョンがあったらお聞かせいただきたい次に個別の質問ですが太陽光発電の協会の方にお伺いたいんですが、えー、急激に増えていると4ページにありますお聞きしたいのは、えー、設備の増加に伴って総雇用人数が増えていると。 大体あの比例しているように見えるようでもあります。で、今後ですね、あのこの発展に伴って雇用が増えるということは、かねてからあの強く期待されていることでありました、新たな産業が創出されると、この雇用のです、ね、増加を今後どう見ておられるか、あ見方によってはこれがさちっていくのかあの、あるいは海外との,あの太陽光パネルの価格競争、 をどう見てて、ね、国内の産業としてどうい,うどういうふうに発展していくと見ておられるのかということです。それから次は電力事業連合に、電気事業連合にお伺いしたいのは、あの原子力は一定利率必要であるというのは、私も個人的にそう思っております。でただ、先ほども質問がありましたが、 結局、電力のベースロードを何が担うかという議論でありまして今石油とガスのピークのいやミドルの話が出ましたがベースとしての石炭とこの原子力とあるいは風力のです、ね、ベースを担うという観点から原子力がやはりどの程度のですねまあアワであれワットであれどの程度の比率で 電力事業者としては持っておくのがベストと考えているのかというのはやはりお聞きすべきだというふうに思います。でそのことは今日お話になったリプレースという非常に重要なですね将来展望にも強く関係してくる話であります。つまりある程度の比率を持つためにどうリプレースしていくかどう寿命延長で利用するかというのは大きな話でありますからどの程度のですね まあ緩い見通しをベースロードして見ておられるかというのはぜひお聞きしたいというふうに思うわけです。それからです、ね、次にあの、まあ、今、小ェネが15%入るという非常にこのアグレッシブなものが出てきましたそれから太陽光も増えるということになりますと今後、電力事業は総発分離ということがすでに見えている中で送、まあ、配電の事業においてですね そういった分散電源との調整を図るための、まあ、バックアップ電源とかあるいは蓄電機能とかグリッドの強化とかですね非常に大きなあのそれぞれのものが全部この送配電のところにかかってくるような話になっておりますまあそこの老朽化という問題もありますし電力事業の中の一部になってくる送配電事業としてですねその分散エネルギーとどう 歩調を取っていくかというそこの戦略が非常に重要であるかと思います。そこをぜひお聞かせいただきたい。それから次にあのて、えーえー、日本ガス協会と lp ガス協会に伺いたいんですが、私はあのよくわからないで言ったんです。あの私は今ちょっとした田舎に住んでまして、lp ガスを使って調理をしておるんですが、結局そのネットワークの天然ガスあの？ ガス供給と比較的その分散的に使える LP ガスの役割分担といいますかですねまあこれがあの食い合ってても話がおかしいわけでどのようにですねそのバランスを最適に組んでいこうとしているのかとこれは先ほどの強靭化との関係やネットワークの投資との関係にもなってくると思います。天然ガガススと LP ガスののあ,ある種の オプティマイズのあり方というについて両両両事業者の方はどうお考えであるかと伺いたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。あと2名でございますのでよろしくお願いします。市外によろしくお願いします。じゃあ,あの手短にあの2点だけなんですが、1点はあの、えー、と石油の中に、えー、石油さんの中でその S.S. 過疎地対策の話があったんですけれども、あの私どもの自動産業が今あの 経済産業省がまとめていただいた次世代自動車戦略でいきますとですねでこれからハイブリッド、プラグエアハイブリッド EV 等々ですねどん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 ん燃費が良くなってすでに、えー、わずか10年前リッター1415キロの返金が今やもうリッター30キロということになって少子高齢化の中で保有台数が減少している中でですねこれは私は過疎地だけではなくあの都市部もですね SS のでそういうその自動車の,その燃費省エネの部分と考えてですねこの SS をその税金を使って維持していくということが本当に正しいのかどうかっていうのがあの非常に疑問に感じるんですが、まあ、そうは言っても灯油等々提供されているんで必要なんでしょうけれどもそういうような観点からすればですね あの電気、ガスだけではなく石油も含めたその総合エネルギー地域に合った総合エネルギーの供給していくような体制というのがあの以前にもここで議論されたんですがそういうのが大事になってくるのかなというのが1つ1点です、ね、それから、やはりこうあの供給側の話をこう縦に聞いていますと、えー、以前もここで申し上げたことがあるんですが我々、産業界が捨てている排熱をもっと利用していただければ高樹齢15%というのもあるんですけれども。 われわれ工場の中で捨てている熱が相当あるのでそういう意味でもその総合的にエネルギーを活用していくというあの地域ごとのです、ねえー、そういうそのエネルギーの総合的な改革があるのかなという気がするんですけどもそれからもう1点だけなんですがあの以前からいろいろと聞いていたあ太陽光の話なんですが聞いていた部分でです、ね、やはり 今日おっしゃられた、えー、後期タイムラインに合わせ順次納入のアサインや調整を実施中であり、最終的には大きな問題なく官能をしゅするものと認識していますという表現なんですが、以前から聞いていたのと少し違っているので、本当に正しいところはどこなのかですね、あのえー、少し悪質な業者もいて後期を遅らしているという話を、えー、ここでも聞いていた記憶があるものですから。あの 業界の代表の方がそういうことありませんと言われると、そっちも信用したくなるんで、あの本当のことはどどっちなのかなっていうのが非常にあの気になります。以上三点です。はい、ありがとうございました。じゃ最後、秋元委員よろしくお願いします。はい、えっと最初に少しえっと全体的な感想なんですけれども、あの。 たくさんの,あの事業者の方のお話を聞いてです、ねまあ、それぞれです、ねま、納得するとあの非常にやっぱりそれぞれエネルギーのです、ね、長所があって でその長所をやっぱりそれぞれまあ、納得して聞いたというのはですねそういう長所がそれぞれあるんでですねやはりそういうものをベストミックスしていくということは非常に重要かなというのがですねあの大きな感想としてありましたもちろんあの若干ガネイ水のところがあるかなという部分もなきにしもあらずですけれどもまあ全体としてみると非常にあの納得できる部分だって例えばまガスで言えばですね非常に熱をですねうまく利用していくってことは今後非常に重要だと思いますしそういう中で分散電源 の価値というものがあると思いますし。まあ電力で言えばですね。やはり原子力の必要性って部分はですね。やはり私もそう思います。で、石油で言えば、あのこれまでも議論あったようにですね。災害後ですね。非常に。まあ、石油っていうものは非常に便利でですね。えー、ま、そういう震災とか、そういう時の災害の時には非常に強いといったようなメリットがあるといったような。まあ、あの他も含めてですね。そういうメリットはたくさんあるという中で、どう？ミックスしていくのかというのが。 我々に課された課題なんだろうというふうに思います。 そういう中で、1、まあ、つ共通して私が理解したのはです、ねまあ、若干、それぞれの分野で,です、ね、障壁がやっぱりまだあるかもしれないと、まあ、その辺の障壁がもしあるのであればです、ね、そこに関しては除去してほしいというのがです、ね、それぞれの業界からいろいろあったと思いますのでもしです、ね、そういう障壁があるのであればしっかりです、ね、そこは不要な障壁であれば除去していくというのが政策的には正しい方向だと思いますので。 そういうことはしっかり検討していく必要があるだろうと思います。で一方でやはりどの業界もですねみんなまあエネルギーそれぞれのですね特殊性っていうことからですねやはり政策的な関与を求める。 た自うう自由由化化ををししててももですね、えー、いいなものを自由化してただ、市場に任せればいいというものだけではなくてですねそれぞれのエネルギーの持ったですねそれはこれまでも私申し上げているように短期の経済合理性だけでは測れない部分が非常に多くて長期的にエネルギーの経済性がどうなのかとかですねエネルギーセキュリティがどうなのか、まあ、先ほどのまあ石油なんかの例でもそうだと思いますしもしくは温暖化対策面でどうなのかと こういうものは。 なかなか経済だけに任せてはいけないのでそういうところ分散電源なんかもそうだと思うんですが分散電源もただですね経済市場だけに任せてですねそのまま入るかというとそうでもないただ別のメリットがあるとそういうものに対してやはり政策的にしっかりした対応を取っていくということはどうしてでも不可欠でそれが我々の将来的な幸福をですね社会の幸福を高めていくということだと思うんでそこをいかにうまくですね設計していくのか。 ということは非常に重要だというのを皆さんの意見からですね、あの共通して聞き取れたことかなと思います。もちろんあの申し合わせましたけども太陽光発電もですね、もうこれはフィードインタリフというですね非常に政策的に強力な手段でそれを誘導しているということになりますので、そういったものが必要だというのが共通理解かなという認識を持ちました。それがあの大きな感想です。 で一つえっと、あと質問ですけれども太陽光に関して、まあ、若干あの先ほどからも話がありましたけれども認可が、ね、2100万キロワットあってき、ねまあ、今日ご紹介された部分はです、ね、それほど量がまだ出荷量としてはそれほど大きくないと、まあ、今後遅れて入ってくるだろうという説明だったわけですけれどもただ非常にここに大きなギャップがあるというのがありますのでそこを の数字がです、ね、実際にはどうなっているのかというのは若干、やっぱりあの今日聞いただけではです、ねえー、少しクエスチョンが残るという部分がありました。で お話の中で,です、ね、3分の2ぐらいの比率が国内パネルで今維持しているという話がありましたけれどもあの質問はです、ね、それはいつ時点のです、ね、いつからいつ時点の間の数字なのかということをお聞きしたいと、まあ、私のちょっと理解ではですね最近急に今年に入ってからかなり海外パネルが増えてるんじゃないかという情報も若干私の中では認識を持ってましたのでその辺がですねいつの時点のものなのかということをお伺いしたいと もう一つ質問ですけども同じあの先,先ほど若干これも関係した質問がありましたけども雇用創出の部分の4ページ目の資料ですけども私がお伺いしたいのはですね この雇用創出の中の内訳としてここで直接雇用と袖以外と周辺ということは分けているんですけれども直接雇用の中で太陽光発電の生産に関わる部分と例えば施工従事者の部分とが混ざって てますけどもこれを分けたらどういう比率になるのかということをもし数字がお持ちでしたらお伺いしたいというのは施工の部分はです、ね、あの基本的に1回やるとです、ね、その後はなかなか雇用が創出しなくなってきますので、えーまあ、あの私は持続的に。あの あの発表でもありましたように、いかにです、ね、この太陽光発電を持続的に発展させるのかということが重要だと思ってますので、えー、短期的に雇用がでです、ねまあ、ポンと飛び出てです、ね、その後バタッと落ちるというのがです、ね、一番我々にとって危険な選択だと思いますし、実際、欧州がです、ね、そういう目に遭っているわけなので、そこをいかにうまくやっていくのかということは、非常に我々の課題だと思ってますので、そこについて、もし情報をお持ちでしたら、お伺いしたいということです。以上です。 はいありがとうございましたえ質問の数だけ数えても50ぐらいあります <laughs> あのあらかじめお断りしていますけど今日の質問は私委員長として考えると非常に重要な質問ですので 我々のでこれ整理していただいて今日これからお答えいただきますけどお答え全部おそらく無理だと思いますのでそういうものについては後ほどでですね、書類でも結構だと思いますから提出をよろしくお願いしたいそういうような整理をと事務局がこれからさせていただきますのでよろしくお願いしますあの質問の多くは電磁連さんにあったので電磁連さん一番最後えあの <laughs> よろしくお願いしたいと思います。それでは太陽光の方から。 あのお答えいただきたいと思います。何点かあの私の方からお答えその後あの鈴木にあの降りたいと思ってます。まずあの固定価格が今高いと、20円レベルにいつ頃なるんだというふうなあの問いがをいただきました。えー、これあの。 私どもとしては何とか早くというふうにあの格段の努力を続けておるところでありますけれども、まあ、今後の,その規模の推移あるいは我々自身の,その技術革新がどのように進んでいくかというふうな、まあ、そういうことも関係してまいりますので、えー、なかなかあの具体的に何年と申し上げるのは難しいところであります思いとしては5年以内に20円レベルになんとか あのしないといけないいいととけ、まあ、そういうふういいに思っているということこをままずあの申し上げますそれからリサイクルについて考えておるのかということについてはあのこれはもちろんあの大非常に大事な命題でありますのであの考えております。これもあの技術的なそのいろいろな開発が必要なところもございますので努力をしっかり続けていきたいというふうに思います。それから えー、設備が増えたら雇用が増えるのかというご質問それからその内訳どうなるんだというふうなことでございましたけれどもまずあの設備は、えー、今現在あの電力ミックスの中で太陽光は 1. 数パーセントのシェアしかありません。これはまあもう少し そのまあ環境面であるとか、自給エネルギーというそういう観点から増やしていくべきだというふうに思います例えばあの10%ぐらいまでえ頑張って、あのもしも増やしていくとすれば、えー、もちろんこの生産面での雇用はしっかりまあ増やしていけるものだというふうに考えておりまして。 考えていけばいただければと思いますそれからあのだんだんその設置する規模が増えてきますと、これはの維持、メンテナンスをするための雇用があの進んでまいります、そうした面であの雇用というのは引き続き拡大していけるものというふうに考えておるところでございます。えー、あと鈴木さん はい、えー、とそうしましたらあの残りのご質問に対してですがまずあの、えー、出荷量につきましてメガワットでなくあのワットアワーベースであの発電実発電量ベースでというご質問でございますけれどもあのこのメガワットで表している出荷量の中にはパネルの発電効率のアップは当然あの含まれておりますので。 えそういう意味では、先ほどのご質問は効率アップの分が分かるっていうお話だったと思うんですけれども、これは出荷量イコール効率アップをあの内在している数字でございます、実質の発電効率は、ですねあの太陽光の場合、1キロワットで1040キロワットアワー年間というふうに言われておりますので、分かりやすく言いますと、先ほどの3.8ギガワットは、ですねこれに1.02から1.04ぐらいをかけていただいて、メガをギガに。 変えていただくと大体年間の発電総量に相当しますつまり2012年度はですね大体4ギガワット24時間稼働の発電所の4ギガワット分に相当する発電量であるということでございます。 それからあですね、あのファンドについてのです、ね、内外比率のご質問でございますけれども残念ながら今認定されておりますですね、案件についての,あのファンドの内外比率はデータがございませんただ、定性的ではありますけれども当初は大きいものを含めて海外ファンドが結構多かったんですが現在はやはりあの自治体さんやですね、地場のーですね、えーの 興味がです、ねあのえー、向上してきておりますので、地域銀行等です、ねえーなあの、国内のファンドが増えてきているというふうに認識をしております。それから、えー、あの報告徴収に関連するです、ねえー、ご質問でありましたけれども、あの私どもです、ね、あの報告徴収によって問題なしという報告徴収が、えー、ほとんどであるという意味ではなくてです、ねえー、そういう。う 若干その、えー、苦慮している、例えばですね、えーと、今申し上げたファンドとの折り合い、それから土地の確保の問題等々で、現在、交渉中であるというような内容も含めて、ですね、報告そのものが順次、実態に合わせて上がってきておりますと。 いう意味でございまして中身が全然問題ないものばっかりですとそういう意味ではあのございませんしたがいましてもちろん、えー、おっしゃっていただいたように身内にです、ね、厳しくすべきであるというふうに考えてございます、えー、それからですね、えー、続きまして同じくあの納期の問題のご指摘がありましたけれどもあの納期につきましてはですねこれはあの当初、えー、あの皆さんですね結構やはりすぐにやりたい あの例えば工期の長いものでもできるだけ早く運搬したいというあの熱心なあの事業者さんもたくさんおられましてですねえとにかく今その時点でパネルなりパワーコンを確保したいというお話が最初沸騰いたしました。でその時点でではは今すすぐは無理ですと でもないしはこの半年内って言われても無理ですというお話が多分お聞きいただいてパネルやパーコンが逼迫しているという話につながったんだと思いますただその後ですね実際に竣工されるタイミングそれから本当に必要になるタイミングがいつがあが限度ですかというお話し合いをさせていただきながら生産タイミングでアサインできるように待っていただけるタイミングに合わせてこう、まあ、いわゆる行列を作って順番待ちというようなことを含めて許容範囲でお客様とあ大体の会いたい 折り合いをつけていると いいう意味でございますあの先ほど21ギガワットの認定に対して、私どもの国内の供給量は大体7ギガから8ギガですので、当然、それを一斉にですねアサインしろと言われるのは無理でございますそういうタイムラグを含めてやらせていただいているということでございます、それから国内パネル比率の75%はこ、ね、今年の3月末時点でございます、したがってあのおっしゃっていただいたように、それ以降、メガソーラー等を含めて、少し海外比率がですね増えてきているというのは、定性的に私どもも認識を。 をしております。えー、それから、えー、雇用の内訳でございますけれども、ちょっと残念ながら今手元にあのデータございませんので、後ほどご報告を差し上げたいと思います。えー、すみません。以上でございます。はい、ありがとうございます。あのー、今調査しているわけですなこれ。そうですね。これをその調査はいつ頃ここでやってきます、ね。 若干補足いたしますと、あのえー、調査、あの報告徴収そのものというのは、もうすでにあの締め切りはしております、うん、ただ、まああの、もちろんあの報告していただいてない事業者さんもいらっしゃって、でそういうところについて、追加的なあの確認の作業と、それから、まあ、具体的に出てまいっております案件の,その精査、大、ま、体、あいい、やはりまあ件数的にも、まあ、あの5000件近くございますので、その中身をやはり精査いたしませんと、ちょっと具体的に、あの今ここでどうこうという方は、ちょっと申し上げられない状況ですけど、はい、また改めて。 ですからあの今のいろんな質問に対してもその調査の発表の中で選定と整理してまた報告をお願いいたしますあの先ほどのデータは後でお分かりでしたら提出していただきたいと思いますえ次は石油連盟をはいじゃあ石油連盟の方あのまず、あ、最初にあのシェールガスシェールオイ革命が起こっている。 まあアメリカへの海外展開ということですけど当然それは考える必要があるというふうに思ってます。まあそういうのはすでにあセッカーとかいうことで考えている会社もおりますしさらには上流の検疫の問題パイパリの問題ということで海外展開の一部として考える必要があるというふうに思ってますえもう一つ米国のシェールオールという意味からすると米国の原油輸出というのがありなのかないのかということで現在禁止されているわけでありますけれどもそのの行方というのが 逆に言うと中東の中東というサプライソースに加えてそういうのがありなのかどうかという意味からすると米国のそういう石油政策というのを見極める必要があるんじゃないかなというふうに思っているところでございます。それから総合エネルギー産業としてのアプローチというご質問がございました。石油業業界自体は発電事業とい,うのをいろんなところでやってるわけま 当然、製油所においては自家発をやっているということで発電には携わっているわけでありますし大きい意味じゃ燃料供給ということで各電力会社さんには燃料供給していると、まあ、そういう延長線上において発電事業にどうやって参画していくかという形になっていくかと思います。もう一方、ガスという意味からすると あの意味にあの石油からガスへの燃料転換というところの今流れがあるわけであります。そういう意味からすると石油産業に携わって我々としては我々のお客様が燃料が転換するということからするとそのお客様が石油からガスに変わるんであれば当然そのまま我々が供給するということで延長線ということでまあお客様のニーズに合わせて対応すると。 まあいうことでアプローチしていくと、まあ、そういうのが取っかかりということで、まあ、いろんな展開をしていきたいというふうに思っているところでございます。それから電力需給に対する石油の位置づけということですけれども、まあ、これは先ほどの説明にわたったとおりいろんなことがあった時は石油の火力のウエイトが高まってきているということで、まあ、緊急時の時に対する有給の石油火力もあるわけですからそれが まああの私の言葉で言うのもあれですけど役立ってるんじゃないかということでそれについてはしっかり認識していただきたいと思っているところでございます。それから SS 問題ということでありますけどこれは総合的に考える必要があるというご意見だと思,う私もその人だと思いますし。し 我々もお取りということですからただたっていまのは全席蓮流通の関係なわけですからそれを含めて総合的に考える必要があると思いますし、まあ、一つのアイデアとして先ほどありましたとおり総合エネルギーステーションっていうんですかね、えー、ガソリンもあるし軽油もあるし灯油もあるし LP ガスもあるしそれには電気もあるとかいう形でそういう形で計算が合うような。 整数が出来上がればいいのかなということであるしそれが無理であればまあいろんな官の方と地域との共生という形でやっていく必要があるんじゃないかなとこいうふうに思っておりますあとはい。であとあのバイオにつきましてご質問がございましたまあ EU のバイオの見通しが日本にどう影響を与えるかというようなご指摘とそれから良い点をどう考えるかというご指摘がございました今 石油連盟加盟各社はですね、直接混合といういわゆる E10 という形ではなくてイソブチランに突っ込もっておっしゃいましたけども ETB っていう形で科学的にエタノールを合成する形でやっておりますで、これはあの直接混合した場合に水がもしも混ざった場合に ガソリンとエタノールが分離いたしまして、まあ、エンジンのガスケットとかアルミを腐食する等々の問題もございますしまた、高化学スモッグの問題もございますので、えー、我々は安全な供給を図るということで e t b 方式という形でやってきてございます。したがって我々はは直接今後いいわゆる、e、とかまあそういう,そう,いう方向には 目さらに加えましてご案内先ほどご説明いたしましたように、まあ、EU においては培養政策の見直しが進んでおりまして、まあ、これが日本の培養政策にも相当影響を与えるのではないかとあるいはこれを元に見直していただきたいというふうに考えております。ちなみにあの日本ででも北海道で 国産デバイオを作るプロジェクトがあるわけでございますけれども実際のところ天才等が全く不作でございまして国産にはなっておりません。 現在日本のバイオバイオエタノールにつきましては、ほとんどブラジルから90数パーセント輸入に依っておりまして、エネルギーセキュリティって観点ではあまり好ましくない状況になってるわけでございます。そういう状況で国産バイオの開発もうまく進んでないとこういう状況でございますので、そういうことを十分に踏まえればですね、今後 EU の動きなんかを見ながら。 あ第一世代から第二世代に移っていくというようなことを国の方でもぜひ念頭において検討していただきたいとこういうふうに思っております現に昨年はサトウキリ等々の不作もございましてアメリカブラジルにおきましてはガソリンへのエタノールの混入を随分混入比率を下げるとまこういう問題も 来ているわけでございますので、まあ、そういうことも踏まえてご検討していただきたいというふうに思っております二つ目の国土強靭化の対応でございますけれどもあの我々といたしましてはどのようなリスクマネジメントをしているかというご指摘でございました、まあ、これはまさに震災時に必要なエネルギーを最低限出荷できるようなあ可能となるような BCP をソフト面ハード面で作るべく今鋭意検討中でございます、まあ、ソフト面におきましては国の 改正備蓄法に基づきまして、えー、石油連盟、加盟各社が連携計画を作って協力をすると、まあ、こういうソフト面の対応もございますしまたハード面につきましては先ほどご説明いたしましたように大きな震災が来たときに液状化対策ができないかこういう観点から今、鋭意検討中でございますそれからあのインフラの老朽化への対応の問題がございました。現にこういうい問題が 契機となりまして災害が起きているわけでございますけれども先ほど申しました自主行動計画を作りましてこのような問題に対する対応を今自主的に行っております。そういうい中で、えー、まさに強化 あってもしましょうか。大きな災害が起きた時に一番問題になるのはやっぱ配管、数千キロに及ぶ配管でございまして、こういう配管をどうやって今後直していくかというのが大きな課題でございます。リファイナリー自体は40年以上経っておりますけれども、まあ日々の 安全管理等々によりましてしっかり老朽化対策は行っておりますけど配管につきましては大きな課題でございます。それからガソリンスタンドにつきましてはあの地下のタンクがもう40年から50年経っておりましてこの老朽化が環境問題を及ぼしております。ということで消防法の改正によりましてこれを回収しなくてはいけないとういう大きな課題が我々に課せられております。とところがが相当コストがかかると いうようよなことに加えまして需要も減っているというようなことで毎年 2000, ぐらい2000以上の対応をしなくてはいけないのですけれどもこれが残念ながら廃業という形で94年には6万件あったガソリンスタンドが現在3万6000件まで減ってきております今後の大きな課題であるというふうに思っておりますそれから備蓄がどのくらいあるかというご指摘がございました現在、国備が102日民間備蓄が85日 合わせて187日分ございますので、約半年間の備蓄があるとこういうことでございます。それから家庭でのエネルギーバランスをどういうふうに考えるかとご指摘がございました。でこれにつきましては、石油連盟としては、各消費者団体の方々との対話、あるいはシンポジウムなどを通じまして、消費者の方々に、えー、ぜひ、 コスト面あるいは CO2 面あるいは供給時の安定供給面いろんな観点から考えてバランスを取った仕様っていうのを考えていただきたいというのを今お願いをしておりますから灯油がどのくらい持つのか消費権限がどのくらいになっているかっていうご指摘がございましたまこれは我々といたしましてはあのシーズンを超えたら参回したりなんかして 環境上の問題が生じますので、できましたらシーズンを終えたら使い切っていただきたいというのが我々のお願いでございます。ただ、まあどのくらい持つのかというのは、例えばリット,トマス試験紙みたいなもので簡単にチェックできないか今検討中でございます。以上でございます。ありがとうございました。LB ガスお願いいたします。はい、それではあのまず供給面と備蓄面について私の方から説明いたします。えー、ご質問のあったあの供給面で。えー なぜシェールガスがです、ね、さらに輸入できないかということについては、シェールガス由来の LPG の出荷というのはテキサスから行われているわけでございますけれども、そちらの能力がまず一つございます、その制約と、2016年までは、ターム契約でほぼ締結されてしまっているというのがございます。従いまして生産能力が米国で増え、さらにその出荷能力が増えれば、当然ながらさらに量が増えてまいります。 また2015年にはパナマ運河が回復されまして、一般の LPG 船が通過できるようになります。そうしますと、従来の45日から22日ということで、半分の航路,航路、期間で入着できるわけです。そうしますと、非常に中東とのですね価格差というのが、 まあまあ目にに見えてこここでで比較できることになります現在は中東が18日、えー、アメリカが45日ということなんで、若干の時間差があるわけで、そこがちょっとまだあの科学的にですね CP に影響が与えきれてないということがあるかと思います。ただし、これがあ生産能力の価格および航路の短縮化、えー、があ実現すれば、ですね当然ながら CP に多大な影響を与えていくというふうに思っております。 それから備蓄に関して申し上げますと、現在、国家備蓄が150万トンという数字で、容量として決まっております。すでに搬入されたものは110万トン程度でございます。まあ、今の日量の輸入量から考えますと、40日程度というふうに考えられます。また、民間備蓄としてはです、ね、われ我々の方としては 50, 50日というのは義務としておっております。これも約150万トン強になりますが、その量は持っております。以上でございます。 その後は話してもお願いします、えー、それじゃあ,あの、少し補足も含めてご説明をさせていただきたいと思います。まずあのシェルガス関係につきましては、最近の国際セミナーによる先方のコメントによりますと、アメリカにおける需要増というものを見込んだ上でも、約700万トンの出荷能力があると、2020年には見込まれております。 あの全部が極東に来るというわけにはならないとは思いますけれども相当のインパクトが今後出てくるんじゃないかなと期待しております。それと 柏木先生からの沿岸部のリスクマネジメントという話でございます。これについてはハードとソフトの面があるかと思います。まずはソフトの面ということではあと我々 LP ガス業界は新潟沖地震の経験を踏まえてやがて首都圏直下なりそういうものが来るとそうなると今まではあ我々の輸入基地は痛手を受けてないけれども 必ず来る可能性があるなということでそこは我々の元売り会社がお互いに援助協定をしましょうと相互支援協定をしましょうということで当時22社でございますけれども全社が相互支援協定を結んでおりますこれが今回東日本大震災におきましては仙台の基地が痛手を受けたと。 いうことですぐさまこの支援協定を発動いたしてこれに対して対応を行ったと、でプラス、国備の放出ということもうまく誤って我々の対応ができたという、そういうソフトの部分が非常に大きいかなと思っております。もう一つつハードのの面につきましてははこれはお役所との 関係もございますけれどもやはり、えー、まあ、休憩タンク等がそういう場合においても大丈夫なようにしっかりと今後対応を私どもとしてもしていかなくてはいけないのかなという形で考えてございますこれはあの私どもだけじゃなくて他のところも同じだろうと思っておりますそれと、えー、辰巳先ほどの柏木先生の LP ガスのベース電源との調達見通しというのの趣旨がちょっと分かってなかったんですが、えー、あ,のある意味で総合エネルギー産業よろしいですかす総合エネルギー産業を目指すということになりますとねあの LP は分散型で極めてディマンド密着型の、まあ、エネルギーシステムを構築していると。 との一体化でビジネスモデルというのは組み立てられてくるんだろうと思っておりましてそういうそのアライアンスというのは LP 業界で考えておられるのかという,こう,いう質問です現時点においてそのいわゆるベース電源としての火力発電所に対する対応といたしましてはあのかつてはいくつかあったんですけれども現時点においては あの東京電力の一あの発電所だけということで、今回、えー、は通常は30万トンの部分が一時的に160万トンまで上ってきておりますが、かなりインフラが現時点においてなくなっております、まあ、今後、そういう部分をどうしていくのかということで、やっぱり電力さんとの関係が課題、まあ、検討していかなくちゃなかなか現実にはならないのかなと思っております。 それとあの辰巳さんから電力の需給に対する貢献というご質問でございます先ほどの説明にもありましたけれどもやはりあの私ども、とじかさんも同じでございますけれどもガスという分散のガスということをうまく活用して高ジェネとして燃料電池さらにはガスヒートポンプということで冬場、夏場を含めて電力のピーク対策 に即戦力とととしてて活躍でできるんじゃなないいいかなということで考えてございますそれと、先ほどの備蓄の関係で先ほど、石野副会長からお話を申し上げたところでございますが、プラスで申しますと、LP ガスについてはですね、家庭関係といたしましては、軒下在庫というもの、シリンダーが2本。 立っておりますのでそのうち完全に1本分は活用できる1か月以上は備蓄があるということになるかなと思いますので通常の国家備蓄民間の義務の備蓄プラス消費者の一般お家庭においては軒下在庫の30日以上の備蓄があるということで捉えていただけると ありがたい。これがやはり今回の震災でも、いわゆる物量としてなくなるという心配よりも、まずあるという安心感を持たせてやっていうのはものすごく大きいかと思います。まあ、そういう役割を果たしております。さらにあの老朽化の対応の件でございますけど、これも私ども先ほど申しました2030年に向けた エネルギー LP ガス産業の中長期展望の中でも捉えておりましてしっかりとここの中で今後のあのタンクの老朽化に伴う対策をしっかりと進めていこうということで考えているところでございますそれと LP ガスと都市ガスの役割の分担ということでございますけれどもまああの都市ガスについては導管供給 私どもはあシリンダーなりそういうものを分散エネルギーの特徴を生かした形での役割ということで、えー、あのお面積的に言うとお私どもは95%をカバーをする。えー 都市ガスの場合は5%の都市部を中心にカバーしていくということで、えー、まあ極端なお話で言うと山小屋から離島まで、えー、まあ山小屋の場合はシリンダーをあのー背中に担いで持っていくということでニーズのあるところにはしっかりと持っていくという役割を果たしているんだろうなとガスというものを求められるところにしっかりとお互いに連携しながら。 やっていると分担をしていると。なお先ほどの今後のその電力とかそういうものに対する対応ということについては現在都市ガスさんと我々 LP というところで連携をしながらあのこうコラボという形で進めているというところでございます。以上でございます。はいありがとうございました。ねガス協会よろしくお願いします。えー、それではあの。 答えささせせてていいたただだだきききまますすでるけ短に吉川先生から数,化に数値化についての,あのコメントがございましたけれどもやはり我々あのかなり大きな目標に対してチャレンジするということでありますんで、えー、お金を貯めるときもダイエットするときもやはり数値目標があった方がやりやすいという点ではなんとか数値目標というのを作っていきたいというふうに思っています。 寺島委員の方から、えー、一体いくらになるんやというお話がありましたけども、まあ、長期的にはよくわからないというのが正直です。これはまあ,あのいろいろと世の中のコストが変わっていく中ではなかなか30年となるとよくわかりません。ただ現状で言いますと18ドルとおっしゃったものに対して、まあ、12ドルぐらいではできるだろうというふうに思っています。でまあ、将来的にコストががが価格が下がっていいくという ふうに、えー、業界が見ますと当然生産者側はコストカットコストダウンをやっていきますので、まあ、シェールガスがいい例だと思いますけども10ドルから2ドルまで下がってもサステイナブルであったということを考えると、まあ、将来価格が安くなるという中で、えー、生産消費が行われるといろんなコストダウンの様子が出てくるという点では我々としたら、えー、少しずつこう下げていくというそういう方策で。 え、物事に取り組んでいかなきゃいけないのではないかなというふうに思っています。山名委員からもあのプライスについては発言がございました。それから、えー、総合エネルギー事業のイメージということで、特にあの柏木委員の方からまあ、中小もあるじゃないかというようなことをおっしゃってましたけど。まあ、あの都市ガス多分 lp。 非常にお客さんに密着しているというところでいろんなサービスができるというのが我々の総合エネルギーのイメージでしてです、ね、例えば小さいところだってエネルギーの相談ができる例えばエネファームと太陽光と置いてどういうふうに使ったらいいんだという,ようなことを相談できる。それからまあ ヘムズというようなことを使ったらこういうふうにエネルギーが効率的に使えるよというようなことをそれぞれの一軒一軒のご家庭に提供できるという点では大きさには関係なく事業の大きさには関係なくいろんなことができるんではないかなというふうに思っています。からこれに関連してのの方もいろいろろ地域自立型のいろいろ コミュニティに対してどういうことができるんだというのことがご質問がありましたけれどもそれにつきましてはプレゼンテーション資料では説明しませんでしたが24から25ページに例としてこういうコミュニティとエネルギーシステムを組み合わせたらこういうことができますよというのをお示ししていますのでまたそれをご覧いただいたらというふうに思います。それかからら員の方から まあパイプライン、国土強靭化ということについてえおっしゃいました、これはあの山田委員も同じようなことをおっしゃったと思いますけども、やはりあの長期的には、中長期的にはパイプラインで結んでいくというのが、一つのセキュリティを上げる方策だというふうに考えています。ガスのシステム改革の中でも、どういうふうにインフラをさらに作っていくかということは、議論されていくということになろうかと思います。 ただあの、事業者としてはやはりその複数の LNG 基地を持ってそれをパイプラインでつなぐということを今、やっておりますので,です、ねまあ、そういう点ではその国内の LNG 基地をつないでいくということによって、えー、民間でできることの強靭化化というのは着実に進めていきたいというふうに思っています。それかからら辰巳委員の方から、まあ、あの電力需給対策で都市ガスと ができることは何かというふうにおっしゃいましたが、これはあの先ほどの LPG の方からもお答えがありましたけれども、例えばまああのコージェネレーションという形であるとか、空調、それから加熱用にまああのガスを使うというようなこと、ちっちゃいことでは料理用にも使えるというようなことがあるというふうに思いますま。そういう点ではあの かかなななりりの部分ででで肩代わがきるんではないかなといとう,うに思っていますそれから熱、電気のバランスについてはいろいろ考えられるんですけども一番消費の地点で一番効率がいいのは熱に合わせて発電するというのが一番効率がいいというふうに思います。それからもう一つはネガワットという話があると思うんですけどもやはりその ピークに対して自家発をやるということによって、まあ、コストを下げていくという,ようなことも将来の検討課題かではないかなというふうに思っています。それから備蓄の話が山名委員の方からございましたけど都市ガスは約1ヶ月 LNG の備蓄を持っているというふうに思います。ただあの供給源が非常に東南アジア、オーストラリアそれからサハリン、中東 というふうに大気に渡ってますんですねその同時にこれらの全ての供給源が止まるという確率は非常に低いというふうに考えていますしたがって設備の故障とかそういう点でどれぐらい備蓄をその政治的以外の機械的な事故に対してどれぐらいの備蓄を持っていくべきかという点で考えているところでありますそれからまあインフラの老朽化ですけどもこれに対してはあの。 法律で定期的に同管を漏洩検査しなさいというふうになってますし、消費機器についても安全点検をしなさいという義務が都市ガス事業者に課せられてますので、そういう点では常に法律で要求されている以上の安全レベルは確保されているというふうに考えています。それれからまあ自主的に我々も古いやつを入れ替えて パイプラインを入れ替えてますのでですね、かなりの修繕費更新の投資をしているというふうに考えています。それから先ほど LPG の方から話ありましたけれども、都市ガスと LPG のすみ分けはということですが、これはあの一言で言うと、やっぱり経済原則によってすみ分けられてるんではないかなというふうに思います。一番いい例は都市ガス事業者一般ガスス事事業業者者般の中に LPG も供給しているそういう事業者さんがたくさんいらっしゃいます。で、そういう事業者さんは都市ガスやるとこと LP でやるとこというのをきっちりと、まあ、自分の経済性、合理性の中でやられているということですので、まあ、そういう自然な住み分けがもうすでにできているというふうに考えています。それからあの、市街委の方から工場排熱の利用ということでご意見いただきましたけれども、まあ、これにつきましては、あの やはり、えー、我々あの熱のプロセスをその見直すというようなことで、まあ、我々いろんな工場にお世話になってますんです、ねまあ、いろんな知見がたまってますんで一つのプロセスで見直すことによって合理的な熱の利用ができるんではないかというようなことのコンサルをやっているところでありますし、まあ、あのこれはまだそんなにうまくいってませんけども将来的には熱の融通というところで、えー、地域、まあ 例えばコンビナートなんかで熱を融通するということにもチャレンジしていきたいというふうに考えています。でまあ、あの総合エネルギー産業という点では、まあ、いろいろとあの他の業界の方もおっしゃってますけどもやはりいろんなあのお客様の視点に立って、まあ、いろんなサービスを提供できるようになると。 まあそのためにいろんな業界といろんな企業がまあ切磋琢磨するということによってえいいものがお客様に提供できるようになるというのがま我々も責務であるしそれにチャレンジしていきたいというふうに思っています。以上です はい、ありがとうございました。最後に八木はい、よろしくお願いします、はい。それではお答え申し上げます。まずあの機関委員と山あ機関委員と山内委員から原子力の一定程度というのは何パーセントかというご指摘がありましたが、お答えとしてはま現時点で電磁連として数字は持ち合わせておりません。あのまあこのエネルギー政策の動向あるいはまあ立地地域の皆さんのご意見と踏まえ今後検討してまいりたいと思っております。えー、まただ あの先ほど冒頭のご説明の中で震災前は原子力とエネルギーその他火力がだいたい30%程度でほぼバランス取れてるという状況でありますけどやっぱり震災後はこれにやはり再生可能エネルギーを一つの大きな柱としてこの4つをうまくバランスさせていくということが大事ではないかというふうに考えておりますそれから西川委員からご,ご要請ありましたまず東京電力の汚染水問題に関して電磁電といたしましてこれはあの電磁電車内部に 支援チームを作結成いたしまして、人的な支援だけでなく、まあ技術的な支援、例えば汚染水問題に対する技術的な解決案のや提案等々も行っておりますし、またあのエリットの中に汚染水問題の対応を図るところに要因の派遣などもさせていただいております。まあ、私どもといたしましては、これあの引き続きこの人的支援プラス技術的な支援ということで、業界を挙げてですね、東電のニーズも聞きながら。 引き続き対応してまいりたいと思っておりますそれから2点目の現場技術力の維持ということでご指摘のように原子力の安全を確保するためには高度な技術と高い安全意識を持った人材が必要であると考えておりましてこの問題は非常に重要な問題だと思っております特にまあ震災を受けまして我々として今重点的に取り組んでおりますのは重大事故に備えたいわゆる対応要因を教育訓練をしっかりやるというようなことあるいは えー、この自己時のプラントの挙動こういったことがきちっと理解できる知識ベースをしっかりとさらに付与させるあるいは自己時の指揮官として全体を的確に統率できる人材をさらに育成する等々のいろんなあの新たな施策を考えておりますいずれにいたしましてもこういう人材の育成というのはやっぱりトップのコミットメントといいますか トップの思いまた安全文化を醸成していくという思いが強くないといけないと思っておりますので引き続きそういう思いで取り組んでまいりたいと思いますそれから中間貯蔵の立地につきましては現時点では電力各社におきまして発電所構内での貯蔵対策と いわゆるその他地点、周辺での中間貯蔵の立地、これを大きな2つの柱として進めているところでございます。まあ、電力各社によって、その状況は、その地域地域の状況によって、そのどちらを採用するかというのは、今、検討されているところであります。あのご指摘のように、私ども関西電力の場合は、県外立地を基本として、今、広く消費地の皆様に、中間貯蔵の施設のご理解を賜る 活動をを続続続けけててておりりりままして引き続き最大限の努力を続けてまいりたいと思っておりますそれからあの寺島委員からご指摘のありましたまずまあ民間の限界を感じないかということで、まあ、基本的に私どもはこれまでも国のエネルギー政策の下で民間事業者があこの一般事業者として実質性創造性を発揮して、えー、まあ供給責任を担った上での安定供給と効率化を実現したということでやってまいりましたので。 そういう意味では、今回の事故を踏まえましても、国と事業者の明確な役割分担、責任分担の下で、我々の民間の創意を工夫した形での事業運営が重要であるという,ふうに考えております。それでは、その役割分担とは何かということでございますが、基本的には民間が原子力を担うために環境整備が必要だと理解しておりまして、大きく3点ございます。1点はまず、この原子力を重要電源としてサイクルも含めて、 政策ととととしててきちんと位置づけいいただだくことが大事だと思います2点目は原子力というのはやはり自己リスクあるいはまあ高レベルの放射性廃棄物の最終処分場に関するコストなどもこれから上振れしていくなどのリスクがあります、まあ、そういう意味では原子力特有のリスクを抱えておりますのでこのリスクを限定するような方策ここにおいてまあ官民の役割分担というのがあろうかと思います。 さらに最後はま巨額の原子力と、やっぱり巨額の投資を必要とし、しかもこれが事業が長期にわたるという特徴があります。まあ、そういう意味では、この投資回収の見通しが立つようなまあ措置というんですか？こういったことも国にお願いしたいという風に思っております。それから、柏木委員の方からえっとえー、まあ分散型電源の取扱いを含めて。 総合エネルギー事業化というふうなご指摘がございましたあの分散型電源につきましては私どもといたしましてもこれはあの効率的な利用が行われれば有力な供給力というふうに認識しておりまして今回これからの競争市場の下で導入拡大は期待できると思っておりますまあ、ただその場合に分散電源というのは必ず大規模な系統とつながるわけでありますからこの大規模な既存の系統と分散型電源とのこのローカル系統を組み合わせた系統がやはり 国家、検知的にやはり合理的、まあ、いわゆるその合理的といいますか、効率的であるという、そういうシステム構築を積極的に取り組んでいく必要があろうかと思っております。また、総合、エネルギー化、と事業化という観点から分散型ということでありますが、私ども電力業界としても、この分散型電源にかかわらず、やはりエネルギー事業者として、 やはり最終的にはお客様のお役に立つというそれが使命でございますのでお客様のニーズに合った形で我々がご提供するそういう中にはエネルギー業界各社が切磋琢磨する中で強靭な企業体質を備えながら総合エネルギー事業者へ発展していくべきものと考えております。それから柏木先生から、委員からもう一つ国土強靭化の観点で内陸型の電源というお話がございましたが。 あの現実問題としては現在の火力と原子力発電そのものを内陸に作るということに関しては例えば燃料輸送の問題あるいは水の供給の問題ということでこれはかなり難しいと思っております、まあ、そうしたことよりもむしろ原子力発電火力発電所の安全対策を徹底的にやると、まあ、そういうことにまず意を用いるというのが大事ではないかと思っております。またさらには こういった災害におけるロバスト性を持たすという意味でも生産段階におけるエネルギーのいわゆるミックスといいますか多様な電源を持っておくということが大事であろうと思いますあの仮にまあ内陸型に電源を作るとすればおそらくまあえ燃料電池とかそういうことが一つの大きなあのターゲットになってくるんではないかというふうに考えております。 それからあの辰巳委員の方から原子力あり機能というご意見がございましたがまあ私どもとしては先冒頭申し上げました S プラス 3E の観点から 原子力を重要な電源として考えるべきだということでと考えておりまして、今、全くその原子力をなしという状態では私どもは考えていないとで、逆にそういうことで、その逆にそういうことがらきますと、原子力そのものの安全性、あるいはその原子力の国民との対話、これは崎田先生からもご質問ございましたが、これについては反省するところは多々でございます。えー、少なくとも今回の事故によって 原子力あるいは電力事業に対する信頼が大きく失墜しておりますそういった中でこれまでの社会の皆様とのコミュニケーションが必ずしも十分ではなかったというふうには反省しておりますそういう意味では私どもとして今務めておりますのは、えー、まずはその原子力そのものの必要性重要性を理解していただくと同時に私どもが福島事故を踏まえて取り組んでおります安全対策をしっかりと内容をご説明しまた 安全対策の一環としてその安全文化を醸成しているそういった取り組みをしっかりご説明していく、まあ、も,してもう1つは大事なことは今まであまりご説明してなかった万が一、事故が起きたときのリスクコミュニケーションこうしたことにも意を用いながらです、ね、これまで以上に丁寧に国民の理解をいただきながら原子力の信頼回復に努めてまいりたいという,うに思っておりますそれから、崎田委員の方から高レベル処分場の電磁レンとしての関与ということでございます。 私ども発電事業者として、まあ、廃棄物を発生する事業者としての責任を感じております。えー、そういう意味で、我々として、この最終処分場の問題について、えー、積極的に取り組んでまいる覚悟でございます。まあ、しかし、えー、基本的にもこのサイクル政策は、まあ、国としての、えー、いわゆる、まあ、エネルギーの基幹政策という位置づけと、まあ、これまで理解しております。そういうい意味では 私どもの事業者と国とそれから両者で設立いたしました入門これに対して私どもの三位一体でですね引き続きこれからこの最終処分場のご理解を賜れるように努力をしてまいりたいと思います今国の方でもこのワーキングを作っていただいてこの辺の問題を解決すべくその検討されているところでございます私どもとしても応分の責任を果たすべくしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております 山田委員の方からあの生産、流通、消費の段階での備蓄ということでお話がございましたが生産段階の備蓄ということで、えー、残念ながらちょっとあの火力とかそういうデータは残念ながら今どちらかというと需給状況が逼迫している中で備蓄というようなレベルになっておりませんのでちょっとお答えし難いのですが、まあ、1つは例えばこれまでの過去の経験から あのどうしても原子力それから LNG 石油という,うにどうしてもそのピ石油はピーク対応ということになってどうしても使用量が少なくなるんですが、まあ、緊急対応の時の機動性は石油が非常に発揮できますので我々としては例えばその石油をある程度経済性を度外視してマストラン的に導入しておいて。 でそれを緊急時のときには、えー、さらに石油業界の方に、まあ、プラスアルファをお願いすると、まあ、そういうようなやり方をとっているところがございます一方、あの原子力というのはです、ね、これは一旦燃料を入れますと1年以上燃料交換なしで運転できますのである意味では、えー、原子炉の中に燃料があるあるいはそれから、えー、燃料プールの中に新しい燃料がある。 それから実は国内に加工中の原子燃料施設に燃料がありますのでおおむね2年程度ぐらいの備蓄効果はあるのではないかというふうに思っておりますそれから大きな災害をあった場合のロバスト性ということでありますが、まあ、生産段階ではやはりこれは 基本的には適正な予備力をきちっと持つと各社が、まあ、現あの通常では8から10%と言われております、まあ、現在ではギリギリの3%しかございませんが各社が適正な予備力を持ち大きな災害が起こった時には全電力で支援をすると、まあ、こういうのが基本だというふうに考えております一方電力系統の方のいわゆるロバスト性ということは災害に強い系統という意味でやっぱり系統の多重化 あるいはまあ高電圧化、こうしたことをいわゆるそのインフラの老朽化に合わせてやっていくことになろうかと思います。インフラの老朽化への対応という意味では、電源はやはりこれから老朽化してまいりますが、やはりこの電源をさらに高効率化して、効率のいい電源にリプレースしていくというのは基本的戦略だと思っております。また、系統の方もも流通設備も実は、 昭和40年代の高度成長期に作った設備がもう40年、50年になってきております。こうした設備をきちっと計画的に取り替えていくということが非常に大事だと思っております。こうしたことは各電力においてそれぞれ計画性を持って今、対応されているところでございます。それから燃料の輸入の件で不確定性をどう見るかということでございますが、私どもとしてはやはり燃料の調達にあたりましては、 やっぱり安定性、柔軟性、経済性というのが大きなポイントだと思っておりますそして、具体的にはやはり燃料の調達先を多様化するということ、それから価格指標を多様化する、例えば LNG は従来は石油連動でございますが、いわゆるシェールガス連動の LNG を入れるとか、価格指標を多様化するこ調達先の分散化等を図りながらです、ね、この不確定性に対応していくと、基本的な考え方だと思っております。 それから山田委員の方から、えー、分散型電源に対するバックアップ電源の考え方というお話がございましたあのこれから、えーまあ、再生可能エネルギーが系統にたくさん入ってくるわけでございます我々としてはその系統にきちっと受け入れるようにするということが使命だと思っておりますが、まあ、いかんせんあの再生可能エネルギーというのはやはり不安定な電源だということでございますので電力の品質への影響に まあ影響しないように、電力系統側でそのバックアップ等々の対策を取るということが大事だと思います。まあ、その際に、やはり即応性のある電源ということが重要でございますので、具体的にはやはり大規模な燃料電池というのが重要ではないかと思っていますが、こうした研究をしっかりと実施していくということではないかというふうに思っております。だいたい私の方からは以上でございいます、はい ありがとうございました。あのプレゼンテーションも非常に簡潔ですだったし、それからお答えも非常に網羅的であの、丁寧にお答えいただいたことを心から感謝いたします。あ,のあと、ちょっと事務局の整理して、まだもしかしたら、だいぶもお答えいただいたと思いますけど、お答えいただいてないものがありましたら、ちょっとあとで請求させていただきますので、よろしくお願いしたいと思っております。ここであのフリーディスカッションは終わらせていただきます。最後に事務局から追加の説明よろししくお願いします。 参考資料でありますけど先ほど柏木委員からのお話ありましたけどどのガスシステムの改革小委員会を開催しました、本日でありましたので、また今後はある程度まとまったところで、えー、引き続き、えー、基本政策分科会の方にもご報告いただきたいと思います、あとはあの前回の修正、資料の修正、国民からの,あのご意見、その他、議事録等を配布しております、えー、以上でありますはいありがとうございました。 えー、それではこれにをもちまして、第9回基本政策分科会を閉会いたします。次回につきましては、11月18日月曜日を予定しておりますので、あよろしくお願いします。あの今日はたぶのところ、また各協会から本当に丁寧なご参加いただきまして、心から感謝を申しざいます。どううもありがとうございました